こんばんは、平井弘明です。今回はですね、上達できない方がなぜ上達できないのかのその理由についてですね、動画を撮っていきたいと思います。そう、トール君からですね、なんで上達できない人っているのっていう質問があって、そんな単純ではないんですけど、なんでかなっていうことについて考えて、ちょっとそれをお話ししていきたいと思います。平井弘明のワンラップゴルフ。まずはレベルにもよると思うんですけど、初心者の方である程度のところまでなかなか上達ができてない方っていうのは、意外と多い理由の一つが、レッスン行ってれば別なんですけど、レッスン行かずにゴルフやった時に、その初心者の方に合った理論じゃなくて、すごい高度な理論を取り入れてしまってる時がまず一つ。これ結構多いです。特に最近多いですね。僕のレッスンなんかに来てくださる方でも、それやってんですかっていう内容のことが結構多かった記憶はあります。あとはそもそも上達をしない理論、技術関係ないことをやってしまってるとかですね。その内容は、例えばこうボールをこうクラブ振って打つのに、先にクラブ持たないで体の動きを先にこうやって体に覚えさせちゃうとか、だからそのボールを打って技術を上げるっていうんじゃなくて、体のことについて先にどん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 学んじゃうんで、こう上達とかじゃないですよね。ボール打ってないんでまだ分からない、結果が出てないっていう状態が2つ目かな。あとは自分のやることが分かってないというか、自分の取り入れなきゃいけないものを分からずに違うものをどんどん取り入れちゃったりしても上達やっぱできないですよね。あとはプラスとマイナスで表すと、プラスだけこうやって同じ種類のものをこう取り入れてればいいんですけど、プラスマイナスプラスマイナスって違う種類のものをいろいろ取り入れちゃったりすると上達できないですよね。自分のスイングは1個しかないんで、そのスイングに合った同じ系統のものを入れなきゃいけないのに、全然違う系統のものを入れちゃうとすると、もう上達できないというか、もうぐっちゃぐちゃになっちゃうんで、なかなか技術の進歩っていうのはないんですよね。例えばクラブをインパクトでバンってヘッドを走らそうって思ってるのに、やってる動きがこうやってホールドして打っちゃうとか、もうこれはもう絶対真逆の理論なんで、インパクトでこうどっちをやりたいのってなっちゃうんですよね。なんでそれだけでもこう、まあ、上達っていうか上手くならないんですよね、それだと。そういうのも結構あるなあ。あとは飛ばしたいのコントロールしたいのがはっきりしてないと、これも上達できないというか、やることが変わってくるんですよね。本当どっちを取ってどっちの動きに自分が合わせていくかっていうことが決まってないと、なかなか上達って難しいですね。うん、飛ばしたいのにコントロールする理論やってたって飛ばないでしょって話だよね。そう言っちゃえば、飛ばしたいのにシャロースイングねとか、だほとんど抑え込む、こうグンって下に抑え込む動きってコントロールだから、飛ばしってこうどっちかっていうとパンって跳ね上がる動きが多いから、だからね、でも両方やってる人多いけどね、組み合わせちゃってる人、飛ばしたいのに抑え込む方、そんなヘッドスピード速くないと思うんだよね。50以上とかじゃないと要は効果がないから、45、6ぐらいのヘッドスピードで抑え込んだら球上がんないし、スピン量が足らないから、余計ミスが出やすい。結局そのスピンアウトって言って、こう振った時にヘッドスピード速いと体が浮いたりするから抑え込むだけだから、40代だったら一切ないからね、そういうの。じゃあ世の中のそういうのを説明してる動画とかで注意書き書いてほしいね。あ、そう、50以上に適します、それは大事かもしれないね。じゃないとね、やりたくなっちゃう。そう、やりたくなっちゃう、だから前もなんかの動画で言ったけど、その動画を見てこれやりたいって言ってやってる方がこう一切悪くないっていうか、それはその説明する側に必ず責任があるというか、やるやらないはね、ご本人のあれだから。だからそれで、あ、俺に合わないなとか、これはぴったりくるなっていう反応があった方がいいんだよね。その、いや、これがいいからやり続けてるだけっていうのが一番良くない。それも上達しない一つだよね。はっきり見切りをつけることはめちゃくちゃ大事ですよね。自分のスイングとかゴルフに足りないものがはっきり分かった方がいいですね。例えば球の高さが足りないんだったら、やっぱり上がるスイング、上がるクラブ、上がるボールを使わなきゃいけないと思うんです。で、球が高すぎちゃうんだったら、球が上がらないクラブとか、さっきの逆ですよね、上がらないボールとか上がらないスイングっていうのを取り入れなきゃいけないんですけど、
それも一致してない場合も上達はもうほぼできないですよね。そう、足りないものがわからないっていう方ももちろんこう初心者の方だといらっしゃると思うんですけど、そういう方はまだその足りないものがわかる回数ラウンドに行ってないと思うんですよね。ラウンドの回数が増えると、要はラウンドが結果なんで、ゴルフに出てでこういう失敗をしましたとか、周りがこれだけ高い球打ってた低い球打ってたっていうんで、じゃあ自分もそれが欲しいとなった時に、あ、それを取り入れてみようかなとかですね、あとは状況、風が吹いたとか雨が降ったとかで、こういう球が打てないからこういう球が欲しくなったとか、そういう時に自分に足りないなと思うところって増えてくると思うんで、そういうラウンド経験が増えてくれば増えてくるほど自分に必要とする球っていうのが、まあ、見えてくるんで、まだそれがわからないっていう方はラウンドをもう少し重ねていただいて、その自分のこう欲しいものが見えてくるまで、結果を出るまでですね、ラウンドした方がいいと思いますね。でも変な話、俺もね、高校アメリカぐらいまでは全然分かんなかったけどね、ゴルフなんて本当にいや周りっていうかプロの方が例えばこのクラブがどうのとか、このショットでこういう球筋がどうのとか言ってるの聞いててもポカーンだったもんね。だから自分でそれを喋れなかったし、自分の球をね解説できなかったし、いや1個のスイングで1個の球しか出ないんだから、うん、これしかないじゃん、だからどうしようっていうのっていう感じだった本当に。だからいろんな球が打てるんだと思ったのがアメリカ2年目ぐらいかな。あ、そうなんだ、うん、え、1種類しか打ってなかったとか、うん、もうドフックしか打ってなかった。あ、トンカチの、トンカチのやつだ、もうこういう球、それでしかゴルフしたことなかったから。そうなんだ。そうだから何にも知らずにアメリカ行って2ヶ月ぐらいでいきなりミニツアー優勝したのよ。その時とかも別に普通に回ってただけだから、普通にバーディー取れてっていうかパターが入って6球6球7だったので、いや、やっぱりアメリカはフェードじゃなきゃダメだとかそんなこと一切思わなかったし俺行く前にね、アメリカはスライスとかフェードじゃなきゃ通用しないってなんかね誰かに言われて行ったのよ。ああ、そうなんだ。俺ダメじゃんと思ったのドフックだし、何しに行くんだろうと思ってたのかといってフェード打てるわけじゃないし、何のために行くのかなと思ってで行って、で案の定向こうジェフに、うんうん、お前はなんて球を打つんだって言われてあんな球見たことねえぐらい言われて、うん、なんであんな出球が右に出て、あれじゃパームツリーに当たっちゃうじゃねえかみたいな、もうヤシの木バンバンだったのよ。そうで、ティーグランドの目の前のお前パームツリーに当たるぞあれじゃみたいに言われて、え、そんな知らないよと思って、もうあれしか打てないと思って、でよく言われてたのが、とにかくこうやってあげてこうやってインサイドから入れてたの。だからこのグリップエンドがポケットに入ってポケット切れちゃうだろってジェフはいつも言ってたの。だから朝レッスン行くと、ヒロポケットはどう、大丈夫かみたいな結構聞かれたの。あ、大丈夫だっつって、でいい加減直さないかみたいなずっと言われてた。でもそれであれでしょ、ビッグスライス打てって言われて、うん、あのフェードを手に入れた。そう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 。でもそのミニツアーで優勝して帰ってきて、うん、俺別にそのなんかそのゴルフ欲っていうのはその時なくて、うん、優勝したこともジェフに言わなかったの、うん、そしたらジェフが、そういえばお前ミニツアー行ってきてどうだったって言われて、いや勝ったっつって、うん、なんで言わないんだみたいなお前それが一番大事だろみたいな言われて、でなんて言ってんですかっつって、うん、通訳の人に言って、うん、そうやって言ってるよって、あ、優勝しましたみたいな言ったらさ、お前はフックでいけみたいな言われていいんだ。そう、フックで、その時はね、うん、フックでいけって言われて、うん、でお前のゴルフ見せてみろっつって、そのレッスンの後、うん、ワンラウンドするんだけど、うん、そのラウンドジェフと回ったの、うん、したらその時もスコア良かったんだよね確か、うん、したらお前そんだけフック打てるんだったらもうフックやめろ逆にみたいな言われて、もうあんだけ打てるんだったらいつでも打てるだろうって、うん、だから そっから始まったので、そのビッグスライスを打つ練習をしろと言われて、うんうん、そっからもうめっちゃくちゃ苦しい日々が始まった。はあ、だから打てるんだから当たり前だろから始まったの、フックはもう良かったんだ打たなくて。そう、打てんだから、はあ、だから今でもフックはもういつでも打てる、準備運動しなくてもなんかクラブの使い方を知ってるっていうか、こういう軌道をしてこうやって返したら絶対出るっていう思ってるから、うん、だから本当にフックはねめっちゃくちゃ自信ある、うん、
そうだから自分に足りないものとしてフェードっていう言葉がなかったのよ、足りないと思ってなかったから。そうでもジェフが気づかせてくれた。そう戦えないんだと思ったの、ゴルフはできるけど試合に出て成績を年間残すことはできない。フックじゃね、息を抜けないんだよ。そう強弱ができないっていうか、緩急入れられないんだよね。ずっと振ってないといけないんだよ。そうでずっと曲げてないといけないの。でフェードスライスってストレートも打てんのよ。あ、そうなんだ。そうドローヒッターってストレート打てないから。あ、そうなんだ。そうめっちゃ無理やりじゃないと。あ、そうなんだ。そうそういうのもジェフが教えてくれて。あ、ちなみにジェフってすごい先生なんだよ ね。そうなんですよ。タイガーをね、教えて、ブッチハーモンの弟子というか、それでオフシーズンとかそのタイガーがジェフのところに来たりして、その写真なんかも見せてもらったけど、結構いい先生だったなと思って、それがなかったらねプロになってやれなかったかもしれない、ね、そう今もこんなの売ってたかもしれないし。そうだよね。そういろいろ教わった、考え方だったり、絶対自分のせいにするなって言われたし、どんなミスをしても、今芝生がポンと動いたからミスをしたんだとか、遠くで車のアクセル踏む音がしたからミスをしたんだとか、そういう風に思えってずっと言われてきた。あ、そうなの。絶対ゴルフに関して自分のせいにするなって、それはね毎日言われた。そうなんだ。そう練習場でもヤシの木が擦れた音でミスをしたとか、何かのせいにすることを癖にしろって言われた。なんでフラストレーションためないため、そう今の俺のせいじゃないよって、俺が悪いわけじゃないって思えって、真面目な人ダメだ、人のせいにできないから、人っていうかさ、でもそれでねちょっとね楽になった部分もあった、そうだからそれも上達の鍵になる方ももしかしたらいるかもしれないし、自分で抱え込んじゃって上達できてない方ももしかしたらいるかもしれないし、そうだから本当いろんなことを教わったかもしれないね、その自分の上達のために、だからそういうゴルフ以外にも人のことをよく見てくれる先生だったり、そういう人に教わるとゴルフって上達が早い可能性は結構あるよね。レッスンに行こうか悩んでる方がいたらワンナップゴルフ来てもらった方がいいかもしれないです。もし遠い場合はちょっと遠征行こうか、トール君。1年以内に来年の夏過ぎ秋までには行きましょう、ね、行けたらちょっと、ね、行けるようにします。一番来てください票が多い県に行こうか。そうだね。ね、楽しみだな。行きます。どこかな、温泉あるかな。温泉あるとこに行きます、ね、上達ってね難しくて、上達しようとそもそも思ってないともちろんダメだし、自分が何を得れば上達できるかっていうのもやっぱ分かってた方がいいよね。登録なんかあれ勉強とかってなんか上達ってなんかある、上達できない勉強の仕方とかってある。ある。ある。ちょっと。っていうかまあどこを答えればいいかになっちゃうんだけど、僕ゴルフにつなげられるかもしれない。問題のね、解き方だけを知ろうとするのは良くない。問題の解き方だけ。あのね、ゴルフで言えば、やり方だけ知りたいって感じ。はい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 。なるほどね。ちょっと分かりやすいね今の。教えられるし、その瞬間もしかしたらできるかもしれないんだけど、でも後々意味がないっていうか、そうじゃないってなっちゃうんで、本質じゃないんだよね、それ、やり方だけ教えたところで。そうね、ゴルフも、全くそうだね。なんかそれって上達しなくない、考えてできるようになるんだよ、自分で。そうだね。考えて自分で動くのと、そのやろうとして動くのじゃ全然違うじゃん。そう、こうやって動いたらいいんだよっていう動きだけ教えてもらってやってるだけになっちゃう。それ多分一人になった時できないよね。そう、それも勉強あるんだ。ある。ただ俺は絶対そういうふうに教えない。なるほどね。だからこの人何教えてんだろうってみんな思う。あ、トロ君が教えると、あれなんで時計と教えてくんないんだってなる。なるほど、そもそも今何しようとしてんのみたいな質問から入るから。はい。そうなの。なるほどね。似ているところあるね、でも。絶対ある。そう、ゴルフもね、そう、例えば YouTube でワンナップゴルフってチャンネルあって、そこで何々のやり方とかってやってるけど、あんな全然意味ないから。全然意味ない。本当に。例えばこれはやらない方がいいですとか、こういうのはこう やりましょうとか、これ基礎ですよとかっていう動画は意味あると思うの、ワンナップゴルフは。だけどこれのやり方とかあんな動画一切見ないから、特にワンナップゴルフ。
あんな全然ためになんないもん。全然やり方したところで人によっても違うしね。そう、ゴルフはゴルフ学んだ方がいいから絶対、うん、そうやり方学んだって上達はしない、うんうん、言っちゃえばその時の満足感。だから本当ワンナップゴルフってあんまり意味ないと思う。本当にやり方の動画はね、うん、ただその人が見てる方がそれを今欲してるんだったらいいと思うけどね、うん、へえこんなやり方あんだっていうのはもうワンナップゴルフはおすすめしない。本当にたまにわざとやってるけどね。そう分かっててやってるから、ね、そうまあそうだね。確かに上達するしないって確かにあるね。いろいろとその内容についてもお話しさせていただきましたけども、やっぱりこう自分のスイングをまず第一に知ることですよね。これは毎回動画で結構言ってますけど、そのスイングの中で一つ基本となるスイングをまずコースに持ってって、そのスイングでワンラウンドしてみることが大切ですよね。で途中で当たんなくなってくるといろいろやりたくなるんですけど、それで変えちゃうと結構結果が正しい結果というのはなかなか出ないので、ワンラウンド通してやっていただいて、でこういうショットが打ちたかったとか、こういうラインの時が打てなかったとかっていろいろ出てくると思うんですけど、その結果について次自分がどう動くかなんで、先に想定として動いちゃうと本当に正解不正解っていうのが見えなくなっちゃうんですよ。なんで必ず結果を出してから次の一手という感じに動いていった方がいいと思いますね。今回は上達できる人できない人っていう動画をですね撮ってきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。